はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。かえでさんちへようこそ。今日もね、くだくだのお話をしていこうと思っております。このステイホーム中に、お父さん方、お母さん方、大変な思いをされてね、子どもさんも、普段、ならないストレスをね、ストレスとして溜まってって、大暴れはしないものの、ちょっと体調とかを崩してしまった子なんかもいらっしゃるのかなとは思っております。で、その中で、やっぱそのストレスとかを、体操をやるとか、家の中でやれる、体操だったりだとか、あと食事を一緒に作ろうとかっていうので、いろんなことをやられた方もいらっしゃると思うんですよ。で、一つのお皿で済めるようなパスタだったりだとか、パスタもその野菜をつけたりだとかをするけども、本当に、ご飯とスープ、味噌汁と、あとおかずが何品かっていうよりかは、パスタだったり、丼だったり、あとお好み焼きとか、たこ焼きなんかをね、作って、それでみんなで作って楽しみながら食べようかっていうことが多かったり。するみたいですね。あとお菓子なんかも、ホットケーキミックスか、そういうのもそうだし、小麦粉も全部、バターもね、あとケーキ用のマーガリンとかもほとんどなくなっちゃったとか言ってたんだけど、バターは通販で言ってか、そのインターネットのあれでは売り切れるってことはなかったような気がするな。だけど大変だったのはパスタかなって思いました。やっぱそのネットの注文で頼むときに、週に1回か2回ぐらいは献立をね、6日なり5日なりで、まとめて買うんですよ、うちはね。で、その中で、さっきも言いましたけど、1回か2回ぐらい、パスタをしようと思って頼もうかなと思って、そのパスタのとこまで進むんだけど、ないんすよね、本当に。で、ないから、どうしようどうしようと思って。だけど、うちに、山の上なんですよ、横浜市の。って言ったら、もうほとんどバレなんだけど、なので、そこまで、下まで行くのに、駅前のスーパーまで行くのに、行こうと迷いは行けるんだけど、バス1分でね、だけどめんどくさいじゃんそれだけのために、パスタのためだけに。なので、もしかしたら売り切れてる可能性もあるんですよ、その駅前の一つのスーパーで。でもう一つ行ってもそこもなかったら嫌なんで、結局、あったのは、近くのコンビニのパスタ。量的にはもう 400g ぐらいのやつだったんですけど、それがあったんで、よかったなとは思ってます。それでも、ドラッグストアとかに行った時にあったら買ってるとかね。しております。今もね、買えないんですよ。
で、まあ、そういうスーパーとかに行った時に、行ってくれる時があるんで、まあそういう時にね、なんだろう、まあ見つけたら買うようにはしております。でね、それがもう本当に最近ですね、見つけ、スーパーとかドラッグストアにも売ってるんですけど、5月ぐらいはもうやっと見つかったかな。で、その前に、まあ、5月の上旬ぐらいに、別のスーパーっていうのかな、スーパーとドラッグストアと、まあ、何店舗かあるところに行ったんですけど、そこ全部なかった。パスタがなくて、うわ、本当に、一皿でパスタって収まっちゃうんで、いろんなね、具を変えれば、まあ食べられるじゃないですか。あえたりだとか、そういうのもあるし、もしかしたらパスタを具っていうのか、その上にかけるやつの、そのレトルトのやつってあるじゃないですか。あれも結構売れてたと思いますよ。本当に共働きのお母さんとかも、ね、そういうのを、重宝して使ったんじゃないかなと思いますよ。私はそれを使わないだけであって、結構それは、かなり売れてたと思います。パスタ同様ね。で、あと、本当になかったのは、よく言われてたのは、お好み焼き粉。あと、たこ焼き粉もそうなのかな。本当にそれはおやつとかして、作ったりだとか。あと、本当にホットプレート機も売れてたんじゃないかな。と思っております。で、まあね、私なんか、そういうお好み焼きを作るとかっていうのはなかったんですけど、本当に至る所に支障、そういう意味での支障はありましたよね。本当にトイレットペーパーも一時期買えなかったもん。だから旦那さんにちょっとお願いがあるんだけどっつって、ドラッグストアに行ったら、そこもなくて、で、近くのスーパーに行ってもらって、やっと、まあ一応ね、あったんですよ。予備としてっていうか、12個入りの2つあったんで、まだ予備があったんですよ。なので、それが全部終わる頃にはもう、やっと買えるくらいになったかなっていう時期だったんですよ。5月ぐらい。なので、焦って買う感じではなかったですけど、ティッシュもね、本当にコンビニでもなかったもんね。コンビニもさ、5個入りのやつだったりとか、ちょっと高めの1個300円とかさ、あるやつあるじゃないですか。ああいうのも全部なかったんですよね。近くのローソンさんもそうだし、またまたまちょっとお出かけしたところの、コンビニなんかでも全部なかったし、あったところはありましたよ、もちろんね。トイレットペーパーとか。だけどもう本当になかったですね。ティッシュとか。で、どうなんだろう。あとね、ああ、すいません。あとね、大変だったのは何だろう。あと何があるんだろ
まあ私もほとんどさ、まあ月1回ぐらい、まあ外にどっか出かけるっていうのであれば、他の3週間4週間ぐらいは、まあどこでもどこに行かなくてもまあいいかっていう感じの人なんだけど、まあちょっとね、買い物に行くぐらいで、まあそれ遠出に行くのはね、本当に月1回ぐらいで OK って感じだ、人でも大丈夫だったんだけど、この3ヶ月ぐらいもう自分でも知らない間にっていうか、あ、なんかストレス溜まってんなっていうのは分かりますね。いけないことでこもるしかなくないんで、で行けたとしても本当に近くのコンビニだし、旦那さんは旦那さんで、ちょっとそのさ、配送の方なんで、まあ外に行けるから、ある意味ね、そういうストレスっていうのはたまんないんだけど、まあだからまあ我々ね、休みの日は一日中家にいても大丈夫とかって言ってましたけど、こっちはストレス溜まってて外行きたいわーってずっと、無言の圧力をしてましたけど。ね、そういうのでやっぱ喧嘩したりだとか、まあ、コロナ離婚っていうのもあったりとかするんでしょうね。そこまでいかなかったね、私の場合は。それまあ1ヶ月ぐらいだけでもね、家にいたら旦那さんがなんかやりづらいよね。 自分のほらペースっていうのがあるから。で、これね、YouTube の、収録とかもあるんで、そういうのもあるんで、やっぱそれも、ね、収録できなかったりとかしてる部分もあるんで、それも余計にストレスになっちゃうし、旦那さんもいるし、それのストレスもあるし、もう本当に2、3日ぐらいだったらいても構わないんだけど、それ以上になると、もう邪魔っていうふうになってしまう。まあ、本当に、還暦してね、まあ、趣味が他に、外に行く趣味があれば、まあまあ、そこそこのストレスにしかならないけど、ずっといられると、今までの、自分がやってきた時間割みたいなのってあるじゃないですか。この時間はちょっと休んで休憩して、まあ YouTube 見たりだとか、テレビを見たりだとか、まあこういう YouTube をね、撮影したりとかって、まあ編集したりもそうだと思うんだけど、それができるのに、その人がいるから、まあ撮影できないし、編集もできないし、で、撮影したらね、その時はもう何やってんだ、何やってんだ、ここへでとかさ、邪魔するでしょ、多分。で、そこ、こんなことをやるね、時間があったら仕事しろとかさ、まあ、仕事をしろって言わないにしても、ね、掃除しろだ、なんだろうっていうね、ちょっと硬い方もいらっしゃるだろうから、だから余計にストレスになって。まあ、熟年離婚っていうのはそういうとこからまあ来るんだろうなっていうのは、ありますね。そういうふうに考えてしまいます。皆さんどうでしょうか。そういうことになりませんかね。それでは皆さん、さようなら。